今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。モーリーファミリーよっちゃんとさっちゃんです。さてさっちゃん、今回は今回はドラレコですね、はい、レビュー動画お届けします。イエーイ。普段使ってるスイスポには純正のドラレコが載ってるんですけど、皆さんやっぱり後方のドライブレコーダーっていうのも取り付けられてると思うんですけど、種類がいっぱいありすぎてどれにしようかもうずっと悩んでたっていうところやね。私たちはキャンプ行ったり旅行行ったりとか日頃からアクティブに動いて回ってるので、その取り付けたドラレコの映像をそのまま普段作ってるキャンプ動画とかに使用できたらいいなと思って探してました。さてこのドライブレコーダーなんですけども、リオホさんからご提供していただいたドラレコになります。ありがとうございます。ありがとうございます。A129 プロデュオというドライブレコーダーになります。はい、ここに見えますかね。4K UHD とプラスここに FHD フル HD って書いてるんですけど、なので2個入ってる前後が録画できるドライブレコーダーになります。フロント側につけるものが 4K。で後ろ後方録画するカメラがフル HD でそれぞれ撮影できるドライブレコーダーです。来たよこれ。前後ついてるってことは、前と後ろをどっちか録画ってしておけば両方映像をまとめて撮れるんで、うん、まあ、GoPro だと前後つけたりそれぞれポチポチって押さなくなるし、もうだって今までが本当にね後方を録画するっていうのがもうね自分たちのあれではねちょっと無理やったから、本当に。まあね、昨今やっぱりいろいろね録画はしといた方がいいっていうのはあるじゃないですか。ありますね。そういうところでは本当にあの後方カメラ探してたので本当に今回期待してます。期待してます。 4K が撮れるっていうことと、画素、このドライブレコーダーの記録する時の記録するチップみたいなのが入ってるんですけど、そのチップがソニーなんですね。来たよ、うちソニー。スマートフォンとか一眼レフとかでも結構今大手さんのもののセンサーはソニーさんのものが入ってて、チップがソニーっていうのは安心かなっていうのも今回の決め手の一つでした。スーパーナイトビジョンっていう、まあ多分夜間に強いっていうことだと思うので、この辺りもまあ夜間とか夕方とかちょっと暗くなったシーンでも比較的綺麗に撮れたらいいなと思ってます、うん、あとは Wi-Fi に対応してるとか、あとは G センサーという加速度センサーがついてるとかもあるので、結構こう高性能なドラレコなんじゃないかなと思ってますんで、今回はまあ期待して、はいはい、実際使っていってレビューをしていこうと思います。はい、いつも使ってる機材ね、 GoPro 8 とあとはスマホですね。どちらも 4K で走行撮ってるんですけど、専用の、ガラスにつける吸盤みたいなやつをフロントガラスのところにつけて、こんな感じでひっくり返して、うん、普段は、まあ、前向きに撮影するようにしてます。一方こっちね、手持ちで走行動画撮るときにどうしてもガタガタ手ぶれしちゃうんですよね。なんでこの DJI さんの Osmo Mobile 3というスマホ向けのジンバルといった感じで、では早速、うん、開封。あ、リアとフロントカメラ、フロントですね、リアですね。説明書と保証書と、これソケットのやつかな、シガーソケット充電のやつ。これなんかまた、これがあれですね、多分あの後方からこうつないで後方に接続するやつ。そう、多分こっちがあれやと思う、映像なんちゃうかな、太いから。ちょっとすいません、私ちょっと今失礼、ちょっと外しちゃった、間違って。で、これなんだ、 USB リーダーかな、ですね。ケーブルを止めるやつかな、車に配線するときにね。マイクロ SD はここに今挿してます。お
お家にあったやつちょっと今入れてみました。電源がつくと自動的に録画が開始されるみたいですね。ちなみにこの横のデックって書いてるところ、ここを押すとオンオフを切り替えれるみたいです。押してみます。押すと赤の点滅になりました。これで止まってますね。左端にこのね設定画面あります。ここ触ると録画解像度ってありますね。録画解像度は 3840-2160p30fps。 それが 4K、うん、常にこれこの解像度にしておきます。今回まあ GoPro は、このドラレコの設定と合わせて 4K の30フレームで撮るけど、うん、まあ、せっかくやから 4K60 も撮ってみたり、でこっちのその2600の 2.6K っていうんやけど、うん、2.6K の解像度の60フレームと、うん、まあ、GoPro も同じような設定撮れると思うから、うん、まあ、できるだけ設定値を合わせて同じ条件で撮り比べてみてどうかなっていうのは確認してみようかな。了解しました。ストレートもマキシマムに設定しました。次ね WDR、 暗いところと明るいところの差がこうより綺麗に映るようにするモード。ーなんでこれをオン で次が露出。露出もいる。うん、多分ずっと暗いトンネルの中走るとか、なんか特定の時に下げたり上げたりするんやろうけど、うん、この辺はまあソニーのセンサーを信じて標準のまま一旦行きましょう。はい。速度はあれやろ、多分英国とかでも使えるようにキロとマイルの設定ちゃうかな。あ、OK、キロになってるね。で、衝撃感度は特に、あ、中感度になってる。いや、こうでいいよ。中感度じゃなくて、ここは高感度にしますね。はい、高感度。で、次、Wi-Fi。オフになってます。え？じゃあ、とりあえず。何でしょうか。2.4GHz と 5GHz。5GHz。5GHz に、はい、設定。フリッカーですが、フリッカーは関西なので、60Hz だよね。はい。ここでやっと出てきた。ちょっとつなぎます。この横にリアって書いてる。ここに刺して、はい。ほんで、こっちの線もここのところに。うん。OK。つなぎました。つなぎましたね。あ！いらっしゃい。これね、今リアカメラつけましたけど、私の顔ここに映ってるじゃないですか。これをね、なんかね、このボタンを押したら、ペイ、はい、おう、はい、これはリアカメラで私の顔を撮った状態です。切り替えがね、できるっていうことです。うち、バックモニター、車つけてないから、そう。なんか後方をちょっと見づらい時とか、うん、ミラーだけやとなかなかに全部見えへんから、うん、これでなんかあれちゃん、駐車前に軽く見るとか、後ろ人通ってないとかを、なんかそのバックミラーで見るよりはもうちょっと広範囲に映ったらいいなとかは期待してる。これ走行してる時にもどうかなっていうのはあるんかなよ。見ながらやると怖いから、うん、ほんま駐車の時に人おらんかなとかの確認ぐらいになると思う。になるか、うん、今この繋いだっていうのはこのリアカメラの設定もねこっちでしないといけないっていう感じになってるから、自分とそこでまとめてしちゃえるんやろ。そうそっちの方がいいな。リアも選べる。リア、これ今リアのやつかな。皆さんこれでちょっと私と喋りましょうか。いや、でもこういう機会に疎いさっちゃんでもこの感じだと全然余裕で使えそうじゃないですか。余裕かどうかわかんないけど、とりあえず私でも設定できました。こんな感じで一回やってみて、うん、まあ、それで見てみようか。一応ね、取説に書いてあったやつの設定はこれで一通り終わったので、これで走ってみて、撮れたやつ見て、どんな感じかしてみますか、うん、はい、では続きは車に取り付けて、うん、はい、やってみますか。行きましょうか、はい、さっき雨がすごい止んでたんですよ。ちょっと晴れ間が見えるぐらいの、うん、よし今や撮りに行こうって言ってね、なんかね雨が、はい、斜めに降ってますね。
前映るのがいいんじゃないですか、前雨の時どう映るかもいるし、うん、どこにつけようかなって思ったんですけど、この辺やね、なんか書いてたんがここやね、そうやね、うん、推奨される位置はその辺って書いてるので、ここに、はい、そこにつけます。ちなみにいつもGoProさんはここにつけてます、ちょうどね真ん中のところに。じゃあ行きます。はい、お願いしますね。ペロ、はい、はい、つきました。怖いから弱めにつけたけどつけて、具体的にはどうするかはまだ考えるとして、運転の邪魔にならへん方がいいもんね。うんだ、はい、どうですか、はい、こんな感じで一旦取り付けてみました。じゃーん、はい、リアカメラを取り付けようと思います、はい、ここにつけますね。ね、これでちょっとカメラを下側には今したけど、やっぱね接続したら勝手に録画、うん、開始されてるからね。今 4K60 を 4K30 に、はい、GoProさん設定しました。そしてハイパースムースをこう、はい、手ぶれ補正でね、うん、これ一応ビオフォさんと今同じ設定よね。うん、あとこの辺もここはビオフォ、うん、プラマイゼロやった。でカラーも GoPro カラーでちょっともう色入れるようにしときます。はい、いつもあのフラットにして色は入れるんやけど、うん、合わせた方がいい、うん、この辺はな。一通り走ったので皆さんにも確認してもらおうと思います。この映像は 4K の30フレーム、 GoPro で撮ってる映像です。色はもう取って出しなのでそのままの色なんですけど、どうですか、やっぱちょっと滑らかな感じですよね。やっぱ GoPro やからかな、すごい綺麗に見える。じゃあ同じ感じで次行きます。続いてこちらがビオフォさんの 4K30 どうですか。ちょっと前の車に近寄らないような走りをしてますが、多分拡大したらこれすっごい鮮明にねナンバープレートとか映るんですよ。周りも結構ねいい感じで綺麗ですよね。これは iPhone で 4K60 フレームで撮ってみました。明るさ的には多分ねこの iPhone が一番やっぱり明るいんですけれども、なんていうかな、やっぱりこう手持ちしてるからちょっとやっぱ重たいっていうのもあって、まあ走行動画向き不向きで言うとちょっと不向きかな。で次これなんですけど、これね 2.7K の60フレームビオフォさんで撮ってます。先ほど30フレームで撮ってみましたけど、こうやって見比べると60フレームの方がやっぱり滑らかかなっていう印象はありますね。周りの感じも、うん、結構綺麗に拾えてるな。取って出しでやってるんですが、ちょっと暗めにはなってますね。では3つ並べて見てみてください。上が GoPro、 真ん中がビオフォ、下が iPhone。 ちょっとね 2.7K と 4K の違いがそれぞれあるんですけども、全て60フレームで撮ってます。どうですか、ビオフォさんのこのドラレコすごい高機能だなって本当に思います。さてこちらは
パナソニックの HD のドラレコです。今まで使ってた方なんですけれども、 HD の粗さっていうとやっぱりこういうところに出るんですけれども、ドラレコとしてはまあ普通に機能してたっていう感じですね。昨日ちょっと撮ってみたんですけど、帰って見てみたらやっぱ操作方法が初めのうちちょっとわからんくって、いろいろね抜けてる部分があったので、今日再度今撮りに走っています。このビオコと GoPro とまたちょっと撮り比べしていこうと思います。時刻は7時半を回ってます。薄暗くなってきた中でも綺麗に映ってますよね。フロントカメラは 4K の30フレーム、リアカメラはフル HD の30フレームで撮ってます。夜の感じでこのぐらいだったら全然やっぱり綺麗ですよね。全然っていうかすごくいい。ナンバープレートもきちんと鮮明に映っていました。露出ですが、映像の明るさを設定の際にプラマイゼロに設定してましたが、プラマイゼロでこの明るさってどうですか？昼間も思ったんですけれども、この明るさは結構いいなって思います。少し気になったところは衝撃感度です。高感度に設定して走ってみましたが、緩い段差でもすぐにセンサーが働くっていうのが分かりました。なのでこちら取説には低く設定することをおすすめしますって書いてたので、設定をまた低く直しています。さて皆さんいかがでしたでしょうか？特にいいなと思った点は3つです。前後一度に撮れること、 4K の画質であること、夜も綺麗に撮れること。今回ビオコさんのこの A129 プロデュオ取り付けていろいろ走ってみましたが、フロントカメラ、リアカメラともに私たち夫婦の納得いくものになっておりました。このレビュー動画が少しでもお役に立てば嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でまたお会いしましょう。